皆さんこんにちは、藤千代と申します。今日は着物に合うカバン、着物ってこれ浴衣なんですけど、まあいいか本日は和装に合うカバン特集ということで動画を撮りました。 SNS でお着物に合うカバンってカゴバッグ以外でどんなのがありますかというご質問がありました。まあ、普段私が着ているようなコーディネートに合うカバンという基準で考えると、結論は大体何でも合うなんですね。なので本日は家中のカバン、まあ、目についたカバンをかき集めて片っ端から合わせてみて、果たしてその考え方は合っているのだろうかというのを検証する動画です。それではどうぞ。エントリーナンバー1番、昭和レトロな古着バッグ。ハンドメイドっぽいカバンですね。これは古着屋さんで昔々買いました。このフェルトのアプリケがついてるカバンなんですよ。めっちゃ可愛くて、ほんでこれなんか浴衣を着物風に着てるカジュアル和装みたいな感じなんですけど、こういう個性的なもの以外のベーシックなものも合うと思うんですよね。これとかね、まあ、結構普通の、普通じゃないか、傘みたいな、ハスの花のなんか種のやつみたいな、なんかそういう模様の着物なんですけど、あのムスカ大佐の概念コーデをショート動画で上げた時に合わせてた着物なんですけど、これってこれだけパッて着たら図っぽい着物かもって思うんですよね。でそれにこれ合わせてもめっちゃ可愛いですね遠巻きからの全身映像もお届けします。ガラガラさせたくない時は文字の面を表に持ったり、シンプルにしても可愛いです。お着物とこういう現代的ではないレトロな雰囲気のカバンってとても相性が良いですね。というわけで、こういう昭和レトロなカバン、古着屋さんとかで見つけてたらいいと思います。あとはおばあさんとかお母さんのお下がりで見つかるかもしれないですね。エントリーナンバー2番、こういうトートバッグ、手に持ったりお洋服に合わせるみたいに肩掛けしたり便利です。女性のここ空いてるから、ここが長めの、この肩紐が長めであれば、なんかこうやって普通に可愛い全然ね、シミュレーションとか一切なしに、なんか適当にそこら中にあるカバンを集めてきて片っ端から合わせていこうっていうで撮ってるんですよ。だからね、新しい発見があるんですけど、むっちゃ可愛いですね。これも合います。ほんで、あ、そうだな、ハンドバッグ特集ってことでな。エントリーナンバー3番、布製の、これは外国のブランドのベラブラッドリー、外国のブランドのカバンです。めっちゃ可愛い、アクが強い、一癖ある。でもなんかこれはそんな、なんか形もかっちりしてるし、そんな突飛な感じでもないと思うんですけど、でガマ口ですしね、なので、こんな中が中が千鳥格子になっててめっちゃ可愛いんですよ。このベラブラッドリーっていうブランドのカバンってね、なんかこの模様が特徴的で、すごい綺麗な美しい布で可愛いカバンをいっぱい出しているブランドなんですね。なのでなんか個性的な、シンプルももちろん合いますけど、なんかどういう服に合わせようみたいな、ちょっとなんか迷っちゃうみたいなカバンを登場させるのに和装っていうのは、まあ、私の中ではね、もってこいなのでおすすめです。これもあれですね、ちょっと長いので、肩紐長いのでこうやって持ってもいいですし、でもまあ写真とか撮るときとかはこんな感じで持つと可愛いと思います。はいエントリーナンバー4番、斜め掛けのショルダーバッグです。これは斜め掛けしてもいいですし、この持ち手をちょっと絡ませて短めに持って手に持つハンドバッグ的な感じで持っても可愛いんだろうかと思ってます。こうやってお太鼓結びだったとしても、この肩紐が長めであればなんかいけそうですね。カジュアル和装のお着物をお洋服のワンピースみたいな感覚でカバンを選んでいくと
結構相性が良いものが見つかります。こちらはですね、ちょっと前に春頃かな、今年の春頃に島村とニナスと青木美沙子さんのトリプルコラボで出た島村で購入したカバンなんですよ。もうなんか、もうほんと島村さんめっちゃいっぱい買ってます。なんかその青木美沙子さんのアイテムもいっぱい買ってますけど、普通に誰ともコラボしてないカバンでもなんかめっちゃ可愛いのいっぱいあって、でその時々のねトレンドを取り入れたものが安く売られてるんですよ。だからね、その着物を今っぽい可愛いコーデにしたいなっていう時は、うん、でプチプラでなんとかならないだろうかっていう時は、ちょっと島村さんの島村さんのお店をちょいちょい覗いてみると良いかと思いますね。はい、そういえば私もう一個ね、なんか島村さんので可愛いやつあったんですよ。ちょっと持ってきます、ね、エントリーナンバー5番、これこちらです。着物って小ぶりのカバンを合わせるイメージが多いと思うんですけど、こういう大きめのビッグサイズなカバンもなかなか合うと思うんです。カジュアル和装でしたら。これまだ下ろしてないんですけど、で値札もついたままなんですよね。また今度動画で紹介したりお出かけに使おうと思って、でいつだったかな、結構最近買ったので、もしかしたらワンチャン売ってるかもしれない。手に、あ、いけたな。うん、品番写しときますね。こちらです。こちらの品番を島村さんのアプリの在庫検索のところに入れたら、そのお近くの店舗で見つかるかもしれないの で、これめっちゃ可愛いやん、欲しいって思った人は検索して宝探しみたいなね、なんかそれでヒットして見つかった時はやったぜみたいな、すごい喜びがあるので、そういう楽しみ方もしてみると良いかと思います。あ、ほんでこれね、なんか辻のぞみさんとのコラボのやつなんですって。めっちゃ可愛くて、なんかフリルのついたカバンですね。これも肩掛けのバッグです。めちゃくちゃ可愛い。しかもなんかこれね、いろいろ形を工夫して変えれるんですよ。ここの紐がいろんなとこについてて、こうやったらこの持ち手が短くなって、そのこうやって持ってもなんかズルズルしないみたいな。あとここのサイドにもこの調整用の紐がついてるので、ギュッて絞ったら、この今さっきまでめっちゃでっかいカバンだったんですけど、ちょっとコロンと丸いカバンにもなるんですね。なんかフリルの塊みたいな。だからなんか女の子らしい、そんな今日荷物ないし、なんか女の子らしいコロンとした感じで持ちたいわみたいな時はこういうサイズ感で持ってもいいと思います。でお買い物とかでなんかちょこちょこなんか手持ちの荷物増えたなとかね、あとなんか暑いし、ちょっとなんか気が変わったなっていう時の着物とか浴衣とかパッて脱いだ時は、ワンチャンこの中に入れたりもできるかもみたいな、なんかそんな感じでいろいろ調整できるカバンですね。私これ結構前にインスタで見て、うわめっちゃ可愛いと思って、でも全然店頭で売ってなかったんですけど、なんか偶然ゲットできたので、やったと思って買いました。エントリーナンバー6番。めっちゃね、これね、どんだけ物持ちいいねんって感じなんですけど、ちっちゃい頃に持ってたバニティバッグ、かっちりした感じで、なかなか洋服に合わせるってなると、って感じかもしれないんですけど、なんか結構そういうのに限ってバシッとはまったりするんですよね。結構黒が多かったですね。エントリーナンバー7、合わせやすい黒のカバンばっかりだったので、ちょっと違うのを混ぜてみます。こういう布製の、これもお洋服のブランドのパラビオンで昔買ったものだったと思うんです。なんかハンカチみたいな、スカーフみたいな
素材で作られた一見ヴィンテージ風のものですけど、現代のお洋服ブランドのカバンです。で、私最近お洋服では黒ずくめのモード系とかクールな感じのお洋服を着てることが多くて、で、まあガーリーなナチュラルな時はこのカバンが合うんですけど、結構使用頻度が少なくなってたんですけどね。でもお着物の場合はこういうロマンチックなアイテムがすごく相性が良かったりするので、最近使ってないカバンでも、洋服には合わせなくなったカバンでも、お着物にはしっくりくるとかがあるので、ぜひお手持ちのアイテムを掘り起こしてみて、好きだけど使ってないでも捨てられないみたいなカバンを合わせてみてはいかがでしょうか。あとこういう洋風なアイテムって和柄にも合うんですよ。これね、鶴の柄の、 あの浴衣なんですけど、もうめっちゃ和柄じゃないですか。だから和柄しか無理やろって思いきや、意外としっくりきます。この場合は白とブルー系が入っていて、まあ、色の相性がいいとかそういうのが関係してるんだと思います。お着物であっても、まあ、和の着物専用のカバンとか小物だけじゃなくて、洋服用のアイテムを合わせた時に驚きのマリアージュ的なものが生まれて、すごい楽しいので、いろいろやってみるのが私のおすすめです。よし、以上です。なんかすいたな。エントリーナンバー8番ラストです。私がよくもうめっちゃヘビロテしてる、いろんな動画に出すぎて出すぎてるんですけど、でももう私はこれがむちゃくちゃ合うと思ってるね。これは古着屋さんで買った、でも古着じゃないんですよ。なんか茶色とかね、色違いもその時なんかいっぱい並んでて売ってたので、なんか普通に今の現行品のやつ、なんか今たくさん作られて流通してる古着じゃない新しいものだと思うんですが、2way か 3way のリュックですね。で、こうやって普通に手持ちしてもいいですし、なんか今日の格好だとなんかちょっと軽めじゃないですか。軽めやのにこれがヘビーで、合わんこと、まあ古着系っていうカテゴライズで合わんこともないけど、もうちょっと小ぶりでもいいかなとも思いますけどね。で、こうやって手持ちで持ってもいいですし、まあ行ける時であれば、今日はちょっとね帯があるからどうなんかなって感じですけど、でもまあ別に帯の上に乗っかってもいいぜみたいな時は背負ったら可愛い。うん、はい、なんか背負って身軽にね、日傘持ってたりスマホ持ってたり、こうやって両手開くのがめっちゃ快適なので、私はよくやりますね。このリュック、この置物にリュックっていう組み合わせをよくやります。なんかあんまり帯痛めたくない、なんかこれやっぱりね、帯このリュックと帯がガシガシ当たりすぎると、まあ、着崩れたり帯の位置が下に下がって、なんかねあんまり見えてほしくないもの、なんか着付けの紐とかね、なんかごちゃごちゃ見えたりで、こんな下の位置のつもりなかったですけどみたいなところまで帯が下がるとき、着崩れるときもあるかもしれないので、そんな時は、まあ、そうなりたくないな、心配だなっていう時は、この帯をコルセットとかベルトとか、あとは帯結ばない帯結びっていうね、あやあや先生、着付け教室をされているあやあや先生が出した本があるんですけど、その中で紹介されている帯結ばない帯結びっていう、半幅帯を胴にぐるぐる巻いて上からベルトで留めるみたいな、なんかそういう、なんか背中にこういう帯の羽とかお太鼓とかが出ないけど帯してるっていう、そういうやり方があるんですよ。背中が真っ平らになる帯の結び方が、結んでないけど帯結ばない帯結びっていうやり方があるんですね。なのでそういうのを取り入れてみて、いろいろ自由に試してみるとよろしいかなと思います。はい、以上でした。お好みの組み合わせありましたでしょうか。まあ、そんな感じでやっております。
本日も見ていただきましてありがとうございました。ではこの動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。